さんこんばんは、シナアタクチャンネルです。こちらは香港にある MTR、いわゆる地下鉄のサニーベイ駅ですが、今回は四川ローカル線制覇の旅海外編第3弾としてディズニー線をご紹介いたします。ちなみに駅にはディズニーへ行く路線ではありますが、 MTR の路線ということで、ちびまる子ちゃんのポスターが貼ってあります。 MTR の駅には至る所にちびまる子ちゃんのキャラが出てる注意喚起のポスターが貼ってあります。ちなみにサニーベイ駅はディズニー線の他にもう一路線が乗り入れており、その路線の反対方面のホームは線路挟んで向かい側にあります。ホームがない線路は空港と市内を結ぶエアポートエクスプレスの線路となっており、停車すればかなり需要がありそうですが通過してしまいます。サニーベイ駅は写真のようにかなり開放的な駅となっております。ではディズニー線の概要について説明いたします。サニーベイ駅とディズニー駅を結ぶ全長約 3.5km、 全部で2駅の路線となっております。開業は2005年8月1日です。もともと MTR の別の路線で走っていた車両が改造された車両が走っているようで、ディズニー線は専用の車両が使われております。直通運転はしておらず、専用の車両がひたすら往復するのみとなっております。ドアは日本のディズニーを走りますモノレールディズニーリゾートラインのドアにそっくりとなっております。そして車内も椅子の形や窓の形などディズニーリゾートラインそっくりとなっております。本当に地下鉄版ディズニーリゾートラインといった感じとなっております。そしてつり革もミッキーの形をしております。でディズニーキャラクターの銅像のようなオブジェもあります。でこちらは号車と号車の境目付近ですが、昔のミッキーの写真もありました。那你也不接，那你也不接。
ホームの柱部分にはミッキーの形をしたものや映画ファンタジアの帽子をイメージしたものがあります。でホームはかなり広く開放的な感じになっております。で時計にはローマ数字が使われております。階段の柵のところにもミッキーの形をしたものがいくつもあります。で汽車の形は東京ディズニーランド駅にちょっと似ているかなと思います。で夜の駅舎は結構幻想的になっているのかなと思います。というわけでここまでディズニー線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。本数は5分から10分おきくらいにあるようで、結構便利かなと思います。また車内がディズニー仕様になっておりますので、鉄道に興味なくても楽しめるかなと思います。ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。